ここからはちょっと水分をね、ちょっと待ってください。ちょっと大丈夫です。ここからはエクストリーム耳袋テラーというのをねやっていこうかと思います。ちょっとよろしくお願いします、ね。あとちょっとこういう感じ、こうちょっとこうストーリーテラー感をこう出そう。ちょっとよろしくお願いします。本人でございます。今までが朗読のパートでね、ここからちょっと、全くこれは何て言うんでしょうね、日本では初演ですね、エクストリーム耳袋テラーというのは、まあはい、欧米からやってきた全く新しいパフォーマンス形式ということでね、はい、よろしくお願いします。まあいろいろ不手際もあるとは思うんですけれどもね、生温かい目で、それでね、エクストリーム映画テラーというのがかつて存在した、かつてのいずれかの時において存在したんです。そのちょっと話からしていきたいんですけれども、まあ、これはね、インターネットで検索してもらうと、非常にその再生回数の少ない一連の動画群が、YouTube 上に出てくるんで、まあ、ぜひ、ね、お帰りの際にでも調べていただければいいんですけれど、私本人マンが、一時期やっていた活動の一つですね、基本的には荒川区の治安を守ったりしてるヒーロー活動がメインなんですけれどもね、なんかその辺たむろしてる若者に宿題やったかとか、そういう声かけ運動とかを、やったことないんですけど、そういうようなこと、それが本人マンの本体なんですけれども、その暴流としていろいろな活動をしてる中で、エクストリーム映画テラー、これ何かっていうと、映画がある程度好きなんです。これ難しくて、映画が好きっていうと、そのいろんな人が湧いてくるわけですよね。じゃあ一番好きな無声映画何とかね、一番好きなトロマピクチャーズ何とか、なんかいろんな角度からいろんなこと言われる、ある程度映画が好きだというふうにしておきましょう。それで映画を見ます。で、見終わりました。で、見終わったら、今やりましたように、このスマートフォンで、非常にスマートなこの端末がある、これを起動してカメラアプリを動かして、でそれで動画を回して、このカメラの前で、今見たばっかりの映画の内容を頭からおしまいまで自分でやってみるっていう、そういう実演してみるっていうのがエクストリーム映画テラーなんですよね。はい、なんとなくわかりますかね。だから例えば13日の金曜日であれば、このクリスタルレイクに現れたそのジェイソン・ボーヒーズと呼ばれるホッケーマスクの怪人が2個切り包丁を振りかざした時、その時シェリーやみたいなことも汗水垂らして、今ちょっとめっちゃしたたかに肘打ちつけたんですけども、そういうのをやって、ひっそりと毎日一つずつこうね、 YouTube にこうアップし続けるということをやってたんですね。これが本当にそのね、見る人を疲れさせるコンテンツ、もう目を血走らせた男性自身がですよ、そのカメラの前でこう汗だくになって青筋浮かべて、なんか 4,50 分喋ってるんですよ。もうぼちぼち1本見た方が早いよっていう、その1時間半の映画語るのに 4,50 分、うわーってなって、でオチまで全部言うっていうことで、これだから今もう本当ネタバレに関して、皆さん非常にセンシティブなこのご時世において非常に逆行してる。もっと言うと、その、ね、今倍速視聴問題とか、ね、あとなんだファスト映画問題とか、あるカウントの仕方がちょっと欧米っぽいでしょ、こうかファスト映画問題とか、倍速視聴とか、それも逆行する、時間のかかる、ずっとね、しかも何か自分の独自の批評眼で解説するとかでもなくて、頭からやるんです。とにかく誰々がいて何を思ってその時こうなってみたいな、そういう話をずっとするっていう、エクストリーム映画テラーっていうね、当たり前に再生数はどんどん落ちていき、15回ぐらいでひっそりとしめやかに幕を閉じたシリーズがあったんですけれど、このエクストリーム映画テラーを、非常にこの評価してくれた唯一の人物が、そちらにいらっしゃる中村大地さんで、ある日電話かかってきて、本人ちょ今大丈夫みたいな、30日空いてるみたいな、そういうで、エクストリーム映画テラーの形式でちょっと耳袋やってほしいんだけど、分かりました、すぐ準備します、すぐ分かりました、でそういうくだりがあって今ここっていうことなんですけれど、つまりそのエクストリーム映画テラーの形で、ちょっと耳袋、階段耳袋というのは、先ほども説明がありましたよね、お奉行さんの方が、かつてこう、収集した聞き書きを集めた、そういう編纂したものということなんですけれど、階段じゃない話もいっぱいあるんですけれどもね、階段で、これね、階段って言うと、やっぱり聞いた話とかがすごい多いなってことをね、なんとなく思って。だから自分が例えば小学校の時とかだと、大抵の怪しげな話とか都市伝説とか、ポケモンのミュウの出し方とかっていうのは塾の友達から入ってくるんですよね。学習塾行ってなかったんで、みんなが口にしてる塾の友達に聞いたってフレーズはね、非常にもう魅惑の響き
なんだか分かんない、もう空想上のプラットフォームなんです、塾っていうのは。いろんな文明とか文化が混交する、非常にそのなんかこう濁流の不思議なこの そこからポッとポッとこっちに流れてきた情報がここに着弾して、それがあのあ なんかこう怪しげな都市伝説だったりとか、そういうことっていう、なんかこのぐらいの距離感多分いいんでしょうね。あのこう検証されなくて済むわけですよ。え、お前ほら本当誰が言ってたの、いや塾の友達だからっていうと校区が違うから、まあ、こう追及される恐れもないとか、なんかこういうね、なんかこうまた聞き誰かから入ってきた話とかっていうのはね、やっぱねこれ階段のベースでね、あのね、それで思い出したのが荻窪にね、すいませんちょっと荻窪ベルベットさんっていうあのライブハウスがあるんですよ。ライブハウスがあって、でそこに一時期よく行ってたんです。で、まあ、誰かのライブを見てね、で終わるとそのしばしご歓談をみたいな時間があるじゃないですか、ね、でそこでこうちょっと仲良くなった芸人さんがいたんですよ。お笑いをやってる方で非常にちょっとなんかこう仲良くなっちゃって、でいろいろ話して どんなネタをやられるんですかって、まあ、一応聞くじゃないですか。そしたら向こうがあの怪談をやってますって、これはと思って、ね、面白いじゃないですか、怪談初めてそういう人と知り合ったんで怪談話、うん、でいろいろとこうあのお互いになんかこうね怖い話とかいろんなのするわけですよね、終演後のライブハウスで。そうすると、ね、一応もうテンプレ的にこっちも言わなきゃいけないことがあって、その、まあ、こういう怖い話とかすると霊とか集まってきちゃうって言うじゃないですかみたいなこと一応申し添えるわけですよね。そうするとあの向こうがなんかこう不思議なね、もうほんとひょうひょうとした感じのね変わった人なんですけど、あここは大丈夫ですよとかって言って、まあ、確かにその怖い話をすると呼び寄せてしまうってことはあるんですけれど、ここは全然問題ない、あれご覧なさいって空調を指さすんですね。で青い光ついてるでしょう、プラズマクラスタープラズマクラスターがあれば霊は寄ってきませんからみたいなこと、どこまで本気なんだろうみたいな。あとファブリーズ、あれも昔の清水と同じ成分で除霊の効果が、あそうですか、まあ、いろいろ話して、やっぱライブハウスとかっていうのは結構あるんですかっていうと、あライブハウスとかクラブとかは霊が多いですねやっぱり、うん、それはあのある低域低周あの音のね、いわゆる低音のこのある周波帯域が非常にその霊を呼び込みやすいみたいな、そういう、あそうですか。あと美容室、あれはもう本当にダメらしいですよ、その水と鏡があるっていう時点でもう正気の沙汰じゃないあれは言ってました、うん。他にはちょっとあと古着ですね、古着、これはいろんな人間のいろんな、古来より古着ほど怖いものはないっていう、古着屋行くって自殺行為だっていう話もすごい力説されて、他にはどういうとこが怖いですかって言ったら、映画館ですね、それはなぜですか、そしたらやっぱり例も新作が気になるんですねなんかちょいちょいそういうね入れてくる、でやったらこう意気投合してなんかして、まあ、面白い人だったんで、で、もう帰りたかったんですけど、家来ませんかとかって言われて、そのままあの家にあげられちゃうんですよね、もうだって数分前に会った人ですけど、数十分前に会った人ですけど、家にあげられてね、だんだんこっちも気味が悪くなってくるんですよ、なんだか本人さんと運命を感じるなみたいなことすごくね、途中から催眠術とかかけられてね、あの前世の占いとかをされてね、あのなんかモンゴルの男性らしいです私の前世は。人間365回転生するらしくて、そのうちの1個がモンゴルの男性って言われました。そういうこともあるかもしれないなっていう、まあ、そういうこと、そういう話をされて、でもうちょっと終電なんでとか、でしたらあのじゃあこれを着て帰ってくださいって言ったら、なんか彼のお風呂のジーンズを渡されて、あのそれをあの今ここで履いてください、いや全然僕気にしないんでここで着替えてくださいって、これ履かないと帰れないなって、で、まあまあまあ、さっき会った男性自身の前でこう、まあ、パンツ一丁になってね、いただいたそのジーンズこう冷たいんですよ、また冬だから冷たいのこれ履いて、あこれでいいですか、じゃあ失礼します、またきっと会うでしょうとか、あんだけその古着が怖いみたいな話をして、古着だけ渡されて帰って、二度と会うことはないんですけどね、そういう人がいて、でこの人にね、あのじゃあ階段っていうのはどうやって採集するんですか、集めてるんですかみたいなことを聞いたら、やっぱこれも取材だって言ってましたね、うん、で取材って言っても、まあ、難しいじゃないですか、その、まあ、瀬尾さんの以前やられていたカタツムリっていう活動で、この東京の人にいろいろ話を聞きに行くみたいなことをね、八木さんとかも一緒にやったとか、まあ、でも話を聞きに行くって結構ハードル高いっていうか、なかなかこうみんなおいそれと話してくんないっていうね、まあいろいろ地域性もあるんでしょうけれども、そういう話をいろいろかつてしていたんですけれども、この芸人さんはどういうふうな手法を取っているかっていうと、あのね、あれ警官と警備員、こいつらが一番その怖い話を持っている、
世の中で一番怖い体験をしているのは警官か警備員だっていうことを言ってましたね。であのその人はバイクに乗るんですけれど、あのな検閲じゃない、検閲はセンサーシップだ、なんだ、検問だ、検問にあのわざとこう行くらしいです。自分からグーって行くと、お兄さん止まってください、仕事なんですかって言われて、芸人ですとかって言うと向こうがすごい食いつくんですよね。何テレビ出てんの、何みたいな感じで、でどういうネタやってんのってんで、階段ですって言うと、あ俺ねこういう話あるんだけどみたいな感じで、人をボロボロ話し出すっていう、そういうこと言ってましたね。これは一つのなんかテクニックだなとかってこと思ったりなんかしたんですけど、今日はそんな感じで階段ここから本編に入るんですけれど、あのすいません、ごめんなさい、手短にこういうのパッてってパッと吐けるのがねいいと思って、これでも水分奪われるんですよね、ポカリとかにすればよかった、ごめんなさい、なんでコーヒーにしたんだって。まあそれでね、あの今からはあの怪しいかまど、お手元にテキストがあるかと思うんですけれども、怪しいかまどという、怪談話をやりますね。これ怖い恐ろしいですよ。あの稲川淳二の話し方のテクニックって本昔読んだことあるんですけど、最初に怖いですよとか絶対言っちゃダメって書いてました。絶対にその怖い話しますっていう感じを出しちゃダメって、本当にその一番のご法度ってど頭に書いてました。かまどってご存知、もうかまどをね、あの今 Google で検索するとね、もうほとんどあれです、もうあの鬼滅の刃しか出てこないっていう、もうずっともう無限鬼滅の刃編って、もうかまど、かまど炭治郎、かまど、かまど炭治郎、かまど、かまどねずこ、かまどねずこ、もうあの本当の実際のかまどになかなかたどり着かない。かまどって今皆さんイメージ、まあ、できますよね。あの一番あのベーシックな誰もがイメージしやすいかまどって言うと、あのまあ同業なんですけど、アンパンマンってわかりますか。まあ同業でなんかすごくそのなんかこう自己犠牲に全振りしたタイプの、ちょっと僕は真似できないなっていうタイプ あのヒーローがいて、そのアンパンマンさんに出てくる、アンパンマンさんのストーリーに出てくる、釜飯丼ってわかりますか。釜飯丼っていう あいつをあの昔の刑罰みたいな感じで地面に首まで埋めたイメージ、地面に首まで埋めたイメージ、こういうことです。こうなって、こう釜飯丼だと思って、こう釜飯丼がこう、これがかまどなんですよね。かまどってね、やっぱすごい発明で、これはね、人類の文明を加速させたって言われてますね。かまどあるところに文明が起こったって言ってる人もいるかもしれない。ほんとすごい、かまど。それまでは、まあ、皆さんちょっとあのグランパブキッチンを想像してほしいんですけど、石をこう並べて、木をいっぱいこうね、キャンプファイアの要領で、そこに鍋を置いて火つけるっていう、これがまあ調理の基本的な加熱方法だったわけで、そうするとあの風に煽られたらもう煙が舞いますね。で火の粉も飛ぶ、あのナイロンのジャンパーとか着てたら穴開くわな、うん、であと一番の問題は火力が安定しないって、これがやっぱりねすごく人類にとってはねものすごく大きな課題だったんですよね、うん、でそこへ来てかまどってのは釜飯丼でいうところのこの部分ですよね。ここ多分ここがやらかあの薪とか入れる部分です。釜飯丼でいうとあいつどうなってんだ、構造上ここが脳の部分が空洞な、ここで調理してくれっていうそういうスタイル、ここが負担になっててね、これ何も入ってなくて、でこの辺に眼球があって、ここですね、この顔面この一体だ、ここ2ブロックで この部分がかまどでいうところのいわゆるコンクリだなんだで、こうやって固められた部分で、ここのおかげで風も防げるし煙も回らないし火の粉も回らないから、ナイロンの服着てても大丈夫。これかまどって発明すごかった。でそこにあのバイオマス燃料とかね、バイオマス固形燃料とか、ね、そういうのを入れてで火をつける、カチカチカチ、あのプロメテウスっていう人にもらったね、すごいあの神秘のテクノロジー、火っていうのがあって、すげえ便利だよって、まあ、ちょっとすごい助かってます。で火灯すとあの、まあ、煙がどうのっていうより一番はやっぱ火力がすごいんですよね。すごい安定した圧倒的火力がここに生まれる、かまどの誕生によって。でこれによって何が起こったかというと、もう調理法がもう格段に増えた。人類がもういろんな調理法を編み出せたのはかまどのおかげなんです。ありがとうっていうのはかまど炭治郎、これは本当あの非常に判断が遅いことで有名な人ですけれどもね、ひょっとありがとう、これかまどで、それで調理法も増えたし、あとそのまあ木も少なくて済むわけですよね。無駄がない、非常に効率がいいわけですね。少ない木でできる。で、あとはその一度に作れる量がぐっと増えたっていうことで、まあ、人口も爆発で、かまどによってやっぱね加速度的に加速した。人類はやっぱもうすごいんです、やっぱかまどって。でもかまどはね、でもね、もうやっぱ戦後、まあ、20世紀も後半に差し掛かると徐々にまあ日本からはまあ引退を余儀なくされるというかね、うん、今やオール電化の時代でございます。あ IH とかに今なって、その前はガスですよね、ガスコンロ、うん、そんななってくと、まあ、かまどっていうのはまあだんだん退場を余儀なくされる、まあ、そもそもかまどもね、
日本のオリジナルじゃないわけですよ。わかりますか？それはあの朝鮮半島から伝来した末期っていうね、末期っていうね、あの、まあ、セラミックアートの話しちゃうか。ちょっとセラミックアートの話今からしちゃうんですけど、自分あのさっきもあのいろいろあのワークショップでお話ししてもらったと思うんですけど、父親が亡き父親が陶芸家だったんですけど、その、まあね、陶芸の一つのスタイルで、器のスタイルで、末期っていうのが上野の国立博物館とか行くと実物見れてね、すげえかっこいいですよ末期っていう。末期ってのが朝鮮半島から伝来するときに末期を作る工法で穴窯ってのが必要だったんですね。でその穴窯が日本に伝来したぐらいの時期にこの釜飯丼っていうのもまあまあ日本に移住してきたっていうことがまあ言われている、古来言われていると。それまでは縄文土器とか弥生土器とかっていうのはまあ野焼きだったんですよね。だからまあ安定してない、火力も安定してないし焼き締まんないしとか、釉薬の色も出ないしとか、いろんなことが、それもやっぱねこうかまどとともにね、あのセラミックアート、セラミックアートのもう世界も非常にこうイノベーティビティ爆発、ね、っていうことがシンギュラリティ、ラリタリアンっていう感じだっていう話が、まあある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 んですけど、これが今どこで役に立ってるかっていうと、あの紛争地域とかに行くと、そのまあ難民の方が一気にバッと出たりとかするじゃないですか。でそういう時にあのやっぱさっきのグランパキッチンスタイルで、こう石並べて木を並べて鍋を置いてっていうんだと、あのね森林伐採がすごいことになっちゃうっていう、だから二次的な環境破壊で、これもあのかまどで解決、いろんなところで日本のジャパニーズかまどっていうのはもう本当にいろんな人を救ってるっていうのがあるんですけれど、これはある日雇いの労働者の方から実際に聞いた話を、書き起こした話を、僕が語った話を聞いてもらおうって話なんですけど、舞台はまあ随分と昔のことだったと言いますね。これはいいでしょ、このくらいのこのぼやかしたファジーな感じ、ファジーなこの想像力一回グワッと広げといて、今でいう新宿区の解体町あたりぐっと絞ってくる、今でいうあの神楽坂のね、ちょっと上あたりのあの辺の一帯がね解体町っていう、ここで実際にあった話なんですけれどもね、ある日雇いの労働者の方が、かまどを買ったんですね。これかまどってやっぱりそのかまどによって調理法もすごく増える、で自分のその一人、男山上の一人暮らしですよね、この独身貴族の生活のクオリティオブライフ QOL もきっと向上するであろうってことで、まあ古道具屋に行って、まあ、今でいうハードオフのこのジャンク品売り場、これそこにあのまあ動作確認してませんみたいな、そのかまどでしょ、あの通電しましたみたいな、通電はしたらしいっていうかまどを買ってきて、で家のキッチン長屋暮らしだったんでしょうかね、そこにこうセットして、で火つけて、でビリヤニ作った、そしたらあの美味しくできたんですね。あ、これいいやっていうね。これあのなんか料理系 YouTuber になろうかみたいな、そういう感じで非常にこう想像力たくましくして、その日は寝ちゃったらしいんですけど、その日雇いの労働者の方が次の日もう一回、今日はラザニア作ろう。でかまど、なんかかまどさっきも言いましたよね。釜飯丼のこの口のところが、あのいわゆるこの薪を入れて火を灯してっていう、そのスペースって話をしたと思うんですけど、そこに薪を入れて火を灯そう、プロメテウスに預かったこの火を灯そう、ちらっと見たらこっから手が出てきたって言うんですね。ニョキッと手が出て、うわっと思って中覗いたら、汚らしいお坊さんが入ってたっていう。それ見てね、そのこの証言してくれた人はなんか嫌な気持ちになったらしいです。なんか不愉快だなって、なんか嫌だなっていう気持ちになって、でその日は寝ちゃったらしいんですね。でまあ一日の出来事いろいろ反省して、いや料理系 YouTube でいろいろやっていこうと思ってたのに、あんなことがあって本当に不愉快だな、不愉快だな、でもまあまあなんか目の錯覚かもしれないし、飲み過ぎたのかもしれないし、疲れていただけかもしれないし、まあ明日にはきっといなくなってるだろうね。次の日また今日もねグラタン作ろう、火をつけようと思って、この釜飯だね、これ口のところですよ、かんですよね、ここにあのもうこう薪を入れて火を灯そう、ちゃっと見たらまたね、あの汚らしいお坊さんが入ってるんですよ。嫌な気持ちになってね、不愉快だな、これは不愉快、愉快ではないで思って、そのかまどを取り外して、であのまあハードオフに持ってって返品ですよね。何日1週間以内とかなら返品聞きますから、で返品して、ちょっとこれはで、いくらかもう少しお金をかさんで積んで、また別のかまどを買って、で家に持って帰って、で据え付けて、で調理をしてみたところ、今度はお子さん出なかった、あのかまどがどうも怪しいらしいなって、これ証言1ですね。これね、 A さんの証言、これ日雇いのB さんの証言ですよ、これが ね。もう一人同じ現場で働いてる、まあ、あの日雇いの労働者の方なんですけれども、まあ、この方もあの、まあ、かまどっていうのを新調しようってことで、同じハードオフで、まあ、同じかまど買っちゃったらしいんですね。家で据え付けて、まあ、大体想像つきますよね。さあ何か料理しようかって、男山の一人暮らしね、ここからまあ料理系 YouTuber になろうかって、ね、頑張ったっけど、いろいろ煮炊きとかしてる、火を灯そう、ちらっと見たらやっぱりここにあの汚いお坊さんがね、
でそれがすごいスペースとしては小さいわけで想像してくださいね。その薪を入れる本当にこう限られたグッと、あのだからね、ガスコンロ、ご自宅のガスコンロの下ってこうなってませんか、こうかな、なんか鍋とか入れとく用のこういうスペースがあのガスコンロの下にこうあるじゃない、あそこに汚いお坊さんが入ってるちっとこっち、なんかあそこの扉とかが、まあ、観音開きもあるでしょうし、あの引き出しのタイプもあるでしょうけど、ちょっと相手こう手が出てると思ってください。なんだろうと思って開けたら入ってる、嫌な気持ちになるでしょう、そりゃ。でこの証言にこの2人目の B さんという方もすごくやっぱり嫌な気持ちになったらしいです。これはもう不愉快だ、これはもう不快だって。でその話を A さんにしたんですね、まあ、同僚同じ現場で働いてますから。であそこで買ってあれがこうで、いや実は私も同じ体験したから、それなってなって、でそのまあハードオフに A さんは行ってですね、あのかまどってその後どうなりましたって、試みに店主に、いやまた戻ってきちゃってまして、いやね本当出ても戻ってくるんですよっていうね、あそれならばお話ししますけれどもね、あのかまどを家に据え付けると下に非常に不愉快なお坊さんが発生するんですよ、そういうことをあの店主にね、ハードオフの店長に伝えたところ、まあ結構な剣幕で追い返されまして、うちの商品にケチつけるのか帰ってくれっていう、まあでも一応まあ気になるじゃないですか、何度も帰ってくるし、どうなんだろうと思って店長持って帰って、でそれまたね自分のキッチンガチャッと設置してピッピッピッとかつって、でチラッと見たら、やっぱこれ案の定いたんですよね、そのなんか汚いお坊さんが、あいつ、ね、ちょっとなんか小踊りとかして、うわ不愉快だって思って、ちょっと快ではないって、不快だってこと思って、で次の日その店長さんはその自分のかまどを取り外して、まあ、すぐさまこれもう解体にかかる、こう呪われているってことで打ち壊したところ、その破片からなんと不思議なことに、あの5両の小判がチャ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 、それを見たある人がこう言ったと言います。ああお金に非常に未練のあったお坊さんがこのかまどの中にお金を隠したまま死んでしまったがためにこういった形で現れたのかもしれないな。これで終わりなんですよ、ね、こっから原因追及とかねならないんだよな。これがやっぱ階段、昔の階段のねいいペース、このスーッとスーッと、えっていう、何の確証もないじゃん、そのかまどのその持ち主をもっと探っていこうよ、あのなんか小説の残影みたいな感じで、この戦前高度成長期とかやっていこうよとか感じなんですけど、そのならないもうスーッと終わっていく。でこの話が後に落語になって、これヘッツイユーレって話になってます。あの気になる方はそっちもチェックって感じで、ありがとうございます。これあの本人のエクストリーム耳袋テラ怪しいかまど、ストレンジかまどでした。ありがとうございます。